ファミコンの大ヒットにより、任天堂はゲーム業界の名手となり、どのメーカーも任天堂に追いつけないほどの勢いをつける。しかし、そのファミコン人気も少しずつではあるが、勢いがなくなっていく。しかし山内は、さらなるゲーム機を用意し、この勢いの維持を図ることになる。今回も山内博士の人生を見ていこう。任天堂の新機種のコンセプトには、かつて任天堂の窮地を救った携帯ゲーム機、ゲーム&ウォッチの存在が大きく関わっている。ゲームを取り替えて遊べるゲーム&ウォッチという企画を横井が山内に見せた際、山内はすぐさま、性能はファミコンと変わらず、そのファミコンよりも安い値段で作ると指令を出す。当時まだ高価であった液晶を搭載し、ファミコンと同レベルのスペックを保つ。この時点でファミコンより安く作るのは無理難題といったところだった。液晶はコスト的にカラー化が不可能で、最初の段階でモノクロ液晶を採用することに決まった。過去にゲーム&ウォッチで採用した TN 液晶を使い試作機を完成。横井は独断で OK を出し、シャープは40億もの巨額を投じ専用工場を作ることになる。しかし試作品を見た山内が、画面が全く見えないと指摘。本来、電卓などに使用される TN 液晶は、斜め下から覗いた時に見やすくなるように設計されており、ゲーム&ウォッチもその見方で楽しむようになっていた。ところが、今回の新型は、ボディが大きいこともあり、斜め上、もしくは正面から覗いてプレイすることになる。正面からは非常に見づらい液晶であった。山内は、こんな見えない液晶じゃ売れない。開発は中止だと激怒し、横井は絶望の淵に立たされる。一時は自殺まで考えていたらしい。横井はダメ元で、見やすいがやや液晶の反応が遅い STN 液晶を取り付ける。STN 液晶は正面からはっきり見ることができるが、スピードを優先するとコントラストが落ちる。しかしその欠点を人間の目が補正してくれる。液晶の性能を調整し、ついに新機種ゲームボーイが完成。山内はモノクロ液晶を採用したことをこう語っている。カラー化が当たり前と言われる時代に、なんで任天堂はモノクロなのか。それでは売れないだろうといろんな人に言われた。しかし、このゲーム機はどこででも持ち歩き遊べる。それがこのゲームボーイのコンセプトであり、そんな商品を作れば、日本だけでなく世界中でも売れると思ったのです。カラー液晶を使っても今の性能では非常に見づらい。単三電池を使ってモノクロの3分の1しかバッテリーが持たない。そんなものは商品とは呼べずユーザーの満足を得られない。だから任天堂はモノクロにしました。任天堂の理論はすぐ後に発売されたカラー液晶搭載のゲーム機たちを見れば正しかったのかどうかわかることであろう。ゲームボーイは12,800円とファミコンよりも安く発売。ソフトもファミコンに比べかなり安くなっており、スーパーマリオランド、テトリスなどの登場で大ヒットを飛ばすことになる。1987年9月、
京都新聞に任天堂の16ビットゲーム機開発の記事が掲載される。市場には NEC の PC エンジンが投入され、圧倒的高性能のゲーム機がこれから市場を支配していくことがユーザーに知らしめられた。16ビット版ファミコン開発の方にセガも16ビット機で対抗。1988年10月29日、セガメガドライブ発売。セガはゲームがつまらないのはゲーム機の性能が悪かったからと宣伝。しかしその直後、任天堂は16ビット機試作発表を大々的に行う。これによりメガドライブの売り上げが鈍り、買い控えが起きることになる。山内はセガを挑発するかのように、16ビット機が売れないのはソフトがつまらないからと豪語。スーパーファミコン開発に関して山内は一つだけ条件を出している。それはソフトの互換性である、ファミコンのソフトがそのまま使えるようにしろというもの。しかし互換性を重視してしまうとコストが跳ね上がり、とても市場に受け入れられる価格ではなくなってしまう。任天堂の重役、開発スタッフたちは協議を重ね、技術上の飛躍は古い技術との互換性を切り捨てるところから始まると結論を出し、互換性はカットされた。しかしファミコンアダプターと呼ばれるオプションユニットを発売し、ファミコンとの互換性を完全に切ったわけではなかったが、結局このファミコンアダプターも発売されることはなく、ソフトの互換性は完全にカットされた。スーパーファミコンも大ヒットを飛ばし、もはや任天堂と対抗できるメーカーは存在しないと言われた。しかし敵は意外なところに存在した。1988年、任天堂はスーパーファミコンの開発に大きく関わっていたソニーとの間で、スーパーファミコン用 CD-ROM の共同開発の契約を結んでいた。任天堂はソニーに対し、開発協力をしてもらう代わりに、完成した CD-ROM を搭載したスーパーファミコンの互換機の発売を許可。ソニーをセカンドパーティーとして迎え、ソフト開発もソニーが自由に行える段取りがなされた。おそらく山内は、ソニーが作る互換機を、シャープのツインファミコン程度の存在と捉えていたと思われる。1990年1月に、正式にソニーとの共同開発で CD-ROM を作ることを発表。ソニーが互換機を作ることも合わせて発表された。しかし、CD-ROM 開発は完全にソニー主導で行われ、将来ソニーに乗っ取られるのではないかと危機感を覚えた山内は、1991年6月にソニーがスーパーファミコン互換機、プレイステーションを発表した翌日に、ソニーのライバルであるフィリップスとの提携を発表。ソニーとの提携を一方的に破棄する。しかし、任天堂社内の重役やサードパーティーの説得により、再びソニーとの交渉を再開することになる。当時、とあるサードパーティーの社長が、任天堂とソニーが和解し、手を組めば、それが世界標準になると進言。山内は、なるほど、標準はなければならない。それは任天堂が作ると豪語したと言われる。当初、CD-ROM ソフトのライセンス権をソニーが持つという契約がなされていたが、交渉再開後は、任天堂がライセンス権を持つことになる。ソニーが完全に折れる形となった。発売は1993年を予定。試作機のイラストなども発表されたが、一向に発売される気配がない。実はこの時点で山内は CD-ROM を花から発売する気はなかったと思われる。1992年の初審会で山内は、CD-ROM を根本から見直さなければならない。大容量と映像、音声が優れているということは独創的な面白さには何の関係もない。ゲームそのものが面白くないと一般のユーザーには通用しない。だから任天堂は CD-ROM に対してまだまだ慎重でいこうと考えている。ハードだけのマーケットではない。ハードが売れるかどうかはソフト次第。急いで開発して質の悪いソフトを作っても、それはメーカーにもユーザーにも不利益をもたらし、市場を圧迫することになる。ソフトとハードのどちらも納得がいくものができてから発売する、と語っている。最終的に CD-ROM は発売されず、ソニーとの提携はうやむやとなった。この数年後、ソニーは、任天堂の最大のライバルとして再び姿を現し、任天堂を苦しめることになる。
最大の敵は味方の中にいたわけである。スーパーファミコンは他社が CD ロムを主体としていく中、ロムカートリッジでトップシェアを守り続けることになった。しかし時代は次世代機と呼ばれるハード性能が飛躍的に上がったゲーム機たちの登場を許す。次世代機戦争と呼ばれる高性能ハード発売の流れに任天堂も巻き込まれていくことになる。それはまた次回に。